車中泊についてちょっとお伺いしたいんですけど、はいはい、ここで今日は、はい、昨日はお二方が寝られたと。そうですね、ここで2人で寝ました。お、自分でこうベッドキット、まあ、いわゆるエレクターパイプっていうんですか、 DIY して、はい、あ、これを、はい、これを枠組んで、あ、本当だ、あとこう板に自分でスポンジとジェルシーを貼って、はい、でそれでちょっとこうフラットにできるようにして。なるほど。でこれ下には荷物はまあちょっと入れられて、あ、ここがじゃあもう完全にフラットなんですね。そうですね。でここ足が入るようになってるんですね。そうです、足ここに入れて、でここにテーブルっぽく使って、まあなんか適当に置いとく感じで。へえー、めちゃくちゃいいですね。あ、でこれベアボーンズの、ベアボーンズ最近ちょっと形かっこいいんで買っちゃいました。扇風機がこれ2個ありますけど。あ、そうですね、やっぱりこれルーメラーのやつなんですけど、こっちはすごく重宝してて。いいですか。あの時間もいるしパワーもあるし、うんうん、結構涼しいですね。今家でも使っちゃうぐらいの。なるほど。じゃあ夜は基本的に寝るときはまあどっちか弱めにつけて。そうですね、昨日はさすがにそこまで寒くな、あの暑くなかったんで、そうそう、あの入れなかったですけど、うんうん、でもあの夏の時はそういう感じでやってます。でこう、まあ、ベッドとかまあ下で、はい、テーブル、これも作ったんですか。いや、これはね、あのどこだったっけな、あのこういうのが売ってて。あ、そうなんですね、はい、でそれを利用して自分で、はいはい、置いてって感じで。ランタンがまあ2つと、はい、でこれはまあ夜あっちに置いても使えます。これはちなみにそのこれ車としてはこれ何という車なんですか。これスズキのエブリーワゴンっていう車なんです。軽なんです。軽自動車。軽自動車のエブリーワゴンですね。あ、でこれをまあ改造して車中泊仕様にしてると、はい。そうですね。うーん、こうフラットにしてっていう。はいはい。あ、下この席にこうしまえるようになってて。あ、ここに入り込むようになってるんですね。そうそうなんですよ。シュラフはこれ2つどちらのメーカーですか。こっちはナンガで、はい、こっちはワイルドワンのオリジナルブランドね、はい。ああ、はははは。ここはナンガの何だったかな、ちょっと昔のなんで忘れちゃいましたけど、うんうんうん、夏ほぼ春夏用の。また秋冬は別の使ってます。はあ、はあ、はあ。で、あ、この辺のこれはなんかこう、あ、これもなんか雑貨小物入れみたいな。そうですね、やっぱこのかけたやつ便利なので。あ、いいですね。で、あ、これありますね。ああ、これ最近ちょっと入手したんです。あ、最近ですか。最近本当ほやほやです。おお。やっぱりジャックリーさんと JVC がなんかコラボして出したやつなんですけど、これも普通のジャックリーさんだとオレンジなんですよね、はい、だけどこれ JVC 仕様のってやっぱこういうちょっとおしゃれな色だったので、うんうん、でこれも約600ワットっていうのかな、ワット時って結構なかなか使えるので、強いので、その扇風機とか、まあ、その辺の細かいものは全然回せちゃうんで。あ、はい、例えば車中泊で、まあ、夏持っていくと、はい、まあ、これ全然2泊とか3泊ぐらいいけるんですか。だいたい困るのはやっぱスマホとか、まあ、車中あれでありますけども、あの2泊ぐらいだと全然余裕だと思います、ね。あ、そうなんですね、はい、で今ソーラーなんかもちょっと考えてるので、ソーラーでまたこれに蓄電したりっていうこともちょっと。あ、そういうのもできるんですね。できます、できます。あ、つないでこう置いておいて、はい、これからちょっとパネルを買ったので、はい、それを今度やってみようと思ってるんですけど、これでまた充電するとやっぱ1週間ぐらい。なるほど。回したりっていうのができるかなと思ってるんですけど。車中泊ではもう全国回られたりするんですか。そうですね、結構好きなので北海道回ったりとかは、去年の夏だったかな、は北海道ずっと回って、まあ、1週間弱ぐらいですけど。いいですね、はい、でずっと後ろはベッドの状態にしてて、うんうん、で上一応キャンプもたまにしたりもするの で、はい、で荷物とか上に乗せたりとかいうことで。あ、ボックス、ここに入れてるんですね荷物を。ボックスとあと向こう側にラックがあるので、はい、この辺の箱は全部上に乗せちゃってます。あ、でぐるぐる巻きにして、結構容量的には乗るので。確かに2人だったら全然こう旅しながら、うんうん、キャンプもできて車中泊もできるっていう。なるほど。車中泊はいつもよく車中泊もされるんですか。そうですね。ちょっとその中とかどうですか。いいですか。車中泊、車中泊すごい見たくてですね。これはあ、エレクターで組んでて。すごいですね。めちゃくちゃ家じゃないですかこれ。あ、ここで寝ると。そうですね。これはなんか天板をあれなんですか。くっつけたんですか。エレクター組んでて。ここですね。はい。おお。でもう完全にフラットにしてるわけですね。そうですね。ああ、で、あれとかも全部 DIY したんですか。はい、やりました。ちょっと汚いですけど。いや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 、窓があって、で扇風機。はい。はあ、すごい。これも寝心地良さそうですね。ああ、そうですね。はい。この車でじゃあ全国いろいろ行くんですか。あ、これで九州に行ったんですよ。おお。二、はい、人旅で。2人で夫婦で、はい、回って。あ、でもここで寝て。そうですね、めっちゃ楽しそうですね。はい。この
車はこれなんていう車なんですか。これあのトヨタのカーエンスのキャンパー。キャンパー。はい。あ、じゃあそれこそもキャンプする人とか。そうです。中がフラットになって寝れるので。車中泊もできるんですか。車中泊用ですよね。ごめんなさい。できる。へえ。なるほど。じゃあ上にも寝れてここにも寝れるってなると。そうですそうですそうです。そう。息子と二人上で娘と妻が下でみたいな。あ、二段そうです。二段式で。そうです。そうするとこれだけでも4人で、これだけで4人、はい、はあ、すごいですね。この車中泊のこういうテーブルとかこういうのって何かこう特別にくっつけたりとかしてるんですか。いや、全然これがキットになってるんです。こういう仕様なんですね、最初から。こういう仕様なものですね。へー。だから冷蔵庫がついてたり。あ、これが冷蔵庫ですか。これが冷蔵庫です。あ、すごい、はい、これが備え付けなんですね。これオプションなんですけど、うん、はい、なるほど。電源があったりとか、はあはあ、はい、じゃあまあ ここでまあ広さはここからここっていう感じですかね。そうです、ね、のあ、はい、じゃあまあ2人はちょうどぴったりぐらいの感じで。そうですね。であと前フラットになるので、はあ、なるほど。いやすごく楽しそうですね。ここから、ね、横から入って、まあそこに寝るんですね、はい、すごい家感ありますね。この車を買った時は、はい、キャンプをする前だったので、はい、スノボに大人6人が快適に行けるようにってこの車を選んだんです。なので2列目もキャプテンシートにしちゃったんで。あ、どういうことですか。フルフラットにできないんです。これもこういう固定のシートになっちゃってるので、でもハイエースとか、はーはー、2列目をベンチシートにしとくと、ここまで多分フルフラットにできる。なるほど。あ、両サイド、はい、それがこれはできない。できないので、しょうがないんでフレーム自分で組んで。あ、本当だ。まあ、簡易ですけどベッドみたいなのを組んで寝れるようにした。へー。あのマットは何だか、エアマットは。おー、すいません、ネットで買ったんで、ブランドとかは全然分かってないんですけど、8センチぐらい、まあ、膨らむ。分厚めですね。そうそう、で厚い方がいいかなと思って。え、この車は何という車なんですか。これベルファイアですね。ベルファイア、はい、結構そのアウトドア向きなんですか。いや、そういうわけだ。この車は全然そっちではないと思います。ファミリー系とか、街乗り系。そうですね、はい、こうちょっとアレンジして使ってるっていう感じ、ね、そうですね。途中からもう趣味趣向が変わってしまっていたので。そうですね、アウトドア嫌いとおっしゃってましたもんね。はい、あ、この中で車中泊とかすることもあるんですか。 あります、あります。この中全部フラットになるんで。あ、そうなんですね。ちょっと後ろだけ見てもいいですか。大丈夫です。ほうほうほう。あ、これもうもうキャッチする時はあれですけど、はい、うんうんうん、うん、めっちゃ手軽っすね。これで早いっすね。靴がもなるんで、全面あのフラットにして寝袋とマット敷けば。うん。あ、でここでこう一人、うう、まあ、はい、もう一人頑張ればもう一人、はい、まあ、荷物積んでると厳しいですけど、はい、あれちょっと斜めじゃないですか。 あそこどうするんですか。あそこなんかこうヘッドレストちょっと埋めて、で、なるほど、サーマレストとかいうの引いて、でちょっとデコボコを鳴らすと。そうですね、ここになんか詰めたりとかして、はい、はい、この中で、はい、え、結構車中泊って行ける広さなんですか。あ、行けます、うんうん、中がちょっと汚いですが、うんうんうん、助手席を全部下げて、で前に持ってって、はい、で、すごい、ここに段差ができちゃうので、ここに寝袋とかちょっとこうやって入れて、まあ、段差をちょっと、あ、なるほどなるほど。でちょっとこう伸ばして足を、こっちが足にするってことですか。こっち頭です。こっち頭ですか。はい、あ、で、で、あっちに、あ、したら結構まあ水平になるんですね。そうです、向こう側も今毛布乗っちゃってるんですけど、あそこももうフラットなので、で、横、ここで横になって、こっち頭で。へえ。すごいですね、もうここでもう家みたいになってますけど。今日寒かったので、はい、毛布膝にかけて、うんうん、ここで火起こしてちょっと料理して、でみんなとこっちで喋って、あ、ここ開けて、ここ開けて上から、はい、上からも皆さんっつってめっちゃ楽しそうじゃないですかそれ。めっちゃ楽しかったです。これは語りたくて語ってるチャムスの、チャムスの、はい、もうずいつもフロントガラスのとこにいて、もう焼けすぎちゃって、もう色があれですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、うーん、でこの上のこういったこうポールとかこういうのも改造してるんですか。
これも全部その先輩から譲ってもらった時にもう出来上がってました。あ、この車は先輩からそうか譲ってもらったんですね。はい、先輩もアウトドアが好きで、うん、これ乗っていて、その先輩がいろいろ改造したのを買って。へえ、はい。え、あそこはこう席はあることあるんですか。あります。あ、なるほどなるほど。あ、今こう倒してるってことですね。後ろに倒してるんですかこれは。これ後ろに倒してます。後ろに倒すとこんなにまっすぐなるんですね。はい。あ、はははは、なるほど。こっち足にして。そうです。ああ、はははこのテーブルがテントファクトリーさんを使っていて、これはいつも家で使ってるやつを今回車中泊にするからちょっとテーブル欲しいなと思って、うん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 、ただ持ってきたらちょうど高さが良かったんです。なんかこう車中泊で、はい、なんかこれあったらめっちゃおすすめみたいなのあったりします。いいマットですね。いいマット。これ、はい、12だからか、多分ジムに全部そうかもしれないんですけど、はい、ここのここがめちゃくちゃ背中、はい、いいところにボコってなるんですよ。はい、なんで下げて、はい、ここでこうマットで高さ調整した後に、はい、こういうサンバレストとかを引かないと、うん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 、背中がめっちゃ痛いです。なるほど、はい、ボコってなるん るんです。それをいかにフラットにするかっていうのが重要なんですね。で、で昨日は寝袋を使ったんですか、寝るとき。結局、はい、寒すぎて使いました。でその代わりに服とかを下に詰めて、こういうのをここに入れて、はい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 、はい、で毛布と電気毛布と、うん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 、あと湯たんぽでしのいだと、しのいで、あとここにちょっとカーテンつけて、あ、そかそかそか、全部閉めて、結構じゃあ車中泊されるんですか、ここじゃなくても。そんなしょっちゅうじゃないですけど、基本は外の方が多いです。どんな感じの車中泊をいつもされてるのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれども、はい。で、こちらで、はい、まあ、普段は車中泊をされてるっていうことなんですけれども、はい、このいわゆる何ですか、まあ、改造というか、はい、っていうのはその全部ご自分でされたんですか。自分で。そうですね、これ中古で買ったんですけど、はい、このこれ自体はホンダのバモスっていう車なんですが、ホンダの純正アクセサリーで、こういうルーフキットが上の棚に関しては売ってて、もともとこれが付いた状態で手に譲っていただいたので、中古品でですね。そうですね。あ、なるほど。でじゃあこの下とか、はい、そういうなんか使い勝手が良くしてるのは今森さんがご自身で考えてやられてるっていうことなんですね。はい、そうです。カーテンと今フルフラットがここで今見えるかな、フロントからの光を遮断する用のカーテンを、運転席と助手席が隠れる形でカーテンが閉まるようにしてるのと、はいはいはい、で横の部分は普通の遮光性の布とか、あとペンドルトンのジャガーバスケットって可愛いやつを、はい、ここになんかこう、こう、なるほど、止めてこういう風につけて、ここですね、こっちに、はあはあはあ、こうやってやって、とりあえず簡易的にやっていったりとか。もともとそういうものなんですか。あ、そう、もともと100均なんですよこれ。前で使ってるクリップもこれも100均で売っていて、はい、で可愛いなと思って、カーテンレールみたいな感じでクリップで売ってます。でこのケースも100均です。こんな感じで磁石なんですね。そう、すごい便利なんですよこれ。確かに。しかもちゃんと結構しっかりつきますね。そう、でも蓋の方がたまにポロッて外れちゃう。なるほど、取れちゃうんですね。一応こうはまってはいるんですけど、あと下のところなんですけど、ちょっと横から見ていただくと、はい、ここですね、この車一応フルフラットって言ってるんですけど、はい、こういう段差があって、あ、なるほど、確かに椅子を収納してもこの段差があったので、ここの部分を3倍のかな、分かんない、忘れちゃったけど、はい、木材使って段差埋めて、でこういう合板を敷いて、なるほど、でもう完全なフラットに、でこぼこしないフラットにされてるってことなんですね。そうなんです、まっすぐにしてます。後ろから見てもこういう状態で、ここのガタガタだったりとか背中に干渉しないように完全にフラットにしてます。じゃあ、まあこれからまださらにこの車をもっと改造していくっていうような予定ですね。感じなんですかね。はい、ちょっとどうやろうか考えあぐねてる部分もいっぱいあるんですけど、なんかそのこういう例えば、まあ、テントのキャンプサイトもそうですし、こういうなんかこう、まあ、車中泊とか、はい、まあ、そういうなんかこうインスピレーションとかでどこで得てるんですか。何で参考にしてるとかあるんですか。結構雑貨屋さんだったりとか、はい、お店屋さんとかを参考にすることが多いです。そのお店に行った時に、あ、これいいなと思ったらちょっとキャンプに取り入れたり、取り入れたり、こう使い勝手良さそうとか、お店の雰囲気とかもあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのをちょっと参考にさせていただいたりとかしてます。なるほど。